沖縄平和記念公園。沖縄師範賢治の塔。糸満市にある国立平和記念公園の一番南にある慰霊塔、賢治の塔の入り口に来ています。皆さん、ここでニュースがあります。左手が工事中です。今は歩道を作っています。将来はその後ろに駐車場を作る予定です。そして賢治の塔の入り口は以前は個人の所有地でした。そこには侵入禁止の表示があって、なかなか入りにくい場所でした。今はそんな個人所有だった場所を訪問者が自由に通ることができる通路に改築中です。あと1年もすればここには駐車場ができて自由に通れる道が整備されると思います。以前は正式に賢治の塔に行くには第32軍終焉の地である黎明の塔がある高台から地獄の階段を60メートルほど下ってくる必要がありました。これからはそれがなくなりそうです。ここに車を止めて6分ほど歩けば賢治の塔に行くことが可能になります。とても良いニュースですね。沖縄師範賢治の塔、南明の塔、風部隊の碑、独立白鵬第一連隊、戦没慰霊の碑と記載されています。沖縄師範賢治の塔に行くには左の階段を進みます。今日は最初に右の階段を進んで海まで降りてみましょう。
あれれ。左手の岩の下に気になるものを発見しました。あれは水源、フィージャーではないでしょうか。まさしくフィージャーです。よく見ると通ってきた通路からフィージャーに向けてもちゃんと石畳が整備されています。戦前は近くに集落があったのかもしれません。この水源は Google の地図には載っていませんが、別の地図には古井戸と記載されています。おそらくは正式な名前があるはずだけど、その点がわからないのは残念ですね。賢治の塔の浜と呼ばれる海岸です。波打ち際まで降りたいところですが、ここで階段が崩れています。段差は60センチくらいですが、私には無理です。ここで引き返します。沖縄師範学校賢治の塔に到着する前に師範学校の説明からします。師範学校とは教師を養成する学校である。沖縄師範学校は明治19年に那覇の西村から首里竜潭に移転してきました。現在の沖縄芸術大学がある場所です。師範学校の校舎は沖縄戦で焼失したが、校門の門柱は今も現地に残っています。昭和20年3月、沖縄師範学校の男子部職員生徒らで鉄血勤労師範隊が編成されました。昭和20年5月、第32軍が首里から糸満、摩文仁に撤退した際には、鉄血勤労隊も32軍とともに摩文仁に移動した。当時生徒らの年齢は13歳から18歳となっています。そしたら働けるんですよ。ずーっとこの人たちが。
こちらは第32軍司令部跡に向かう階段です。平和記念公園に抜けられますが、階段は長くて厳しいです。ジメジメしていることも多く、おすすめしません。右手には生徒たちが自決をした壕があります。沖縄師範賢治の塔とは、沖縄師範学校の男子部の生徒によって編成された鉄血勤王隊を祀った碑です。まだまだ子供といえる年齢の学徒動員は沖縄戦の特徴である。姫百合学徒もそうであったように、鉄血勤王隊も13歳から戦争に参加させられた。鉄血勤王隊は軍の伝令や爆弾を背負って爆死する特攻なども行った。昭和20年6月19日、軍から解散命令が出た後、鉄血勤王隊は敵軍に切り込む者や壕内で自決する者など多くの犠牲者を出した。6月21日、野田校長は生徒2名とともにギーザバンタの海岸で戦死しました。これは解散命令が出た2日後に亡くなったことになる。おそらく先ほどの海岸からギーザの海岸まで歩いて行ったのでしょう。彼らの心情を思うと言葉に表せないくらい悲惨な話だと思います。終戦後、生存者と竜潭同窓会員の寄付によって沖縄師範賢治の塔が建立されました。沖縄師範賢治の塔には戦没者319柱が慰霊されています。沖縄師範賢治の塔の周辺は一応沖縄平和記念公園の中にありますが、ここはかなり離れた位置にあります。周辺は暗くてジャングル感が漂う場所になっています。沖縄平和記念公園が明るい雰囲気なのとは真逆の雰囲気になっています。しかし、こちらが沖縄戦当時の姿に近いと思います。マブにまで追い込まれた兵隊や市民、学生たちは
こうしたジャングルの中を逃げ惑ったんだと思います。沖縄師範賢治の塔に来ることによって、沖縄戦当時の生徒たちの心情が少し伝わる気がしました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。